はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で今活躍されている方、昔活躍してこられた方のお生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、じゃあ本日は始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、JICA 海外協力隊出身で手工芸のお仕事をされていらっしゃる湯野沢さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、早速なんですけれども自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、湯野沢泉と申します。福島出身で東京に憧れて専門学校卒業して東京に行きまして、うん、憧れだった編集のライターという仕事に就きました。でもう一つ憧れだったのが海外に住むっていうことがあって、うん、それを実現させるために協力隊に行きました。で、帰ってきてから手に職をつける仕事ってすごくいいなと思って、手工芸の専門職のインストラクターの資格を取って今それを教える仕事など教育に携わる仕事をしています。なるほど、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけど、先ほどもありました憧れっていう部分を含めちょっとお聞きしていきたいなと思ってまして、はい、そもそも湯野沢さんが国際協力に興味を持ったきっかけっていうところを聞いていきたいなと思ってますと、実際何がきっかけで国際協力に興味を持ったんですかね。正直20代前半とかで海外には憧れあったんですけど、例えば開発途上国とか先進国とかそういう国際協力とかっていう言葉が自分の中には全くなくて、とにかく海外に行きたいっていうのが強かったので、うん、正直国際協力とかそういったことは興味がないとかではなくて自分の中になかったですね。なるほど、はい、じゃあ最初は海外から入っていったって感じなんですね。そうですね、とにかく行きたい、うん、暮らしたい。なるほど、はい、じゃあ漠然とした憧れみたいなのがもともとあったって感じなんですかね。ありましたね。周りを見ると親がとか親に旅行連れてってもらったとかあるんですけど、私全くなくて、うん、なので親もなんだ海外は怖いぞみたいな、うん、初めて行くって言った時は感動するみたいな、それぐらいだったので周りにもいなくて、なので私がなぜその環境で海外に憧れたのか全く分かんないんですけど、はい、本当に行きたかったっていうなるほど、海外に行きたいと思って初めて行ったのっていつなんですか。22ですね。あ、そうなんですね、はい、じゃあそれは何で行かれたんですか。ワーキングホリデーって言って、はい、そうなんですね、はい、あ、じゃあもう初海外がワーホリでの長期滞在みたいな、ね、はい、じゃあ実際22歳でワーキングホリデー行くじゃないですか。ちょっとその話は後からしたいなと思ってるんですけど、はい、その前でお仕事何かされてらっしゃったんですか。その憧れだった編集に関わる仕事をやってました。へー、具体的にどんなことされてらっしゃったんですか。はい、憧れだったのは出かけるのが好きなので、あの頃で言うとやっぱルルブしか頭になくて、うんうん、旅の雑誌が良かったんですけど、はいはい、地味な感じがあってそのままファッション雑誌に進んで。あー、なるほどなるほど。そっか、確かに雑誌の中で言うと旅行っていうよりはファッションっていう雑誌の方が明るいですよね。音楽とかファッションとか、はいはいはい、あの時って憧れますよ、うん、実際編集の仕事がしたいっていうお話だったじゃないですか、はい、編集のお仕事って何が魅力なんですか。編集になりたいって思ったのが中学校の頃に雑誌を見ていて、あのクレジットあるじゃないですか、はいはいはい、カメラマン誰々、スタイリスト誰々、うんうん、であそこに取材文誰々ってあって、もうまさに取材をしに行って文章を書く、これじゃないかと思って、うんうん、それになりたいっていう。じゃあ22のワーホリ行く前はずっと編集のお仕事をしてたみたいな感じですね、はい、実際編集のお仕事はファッションじゃないですか。出張してインタビューをするみたいな機会が多かったんですか。そうですね、ファッションなんですけど、ファッション雑誌の中面にある読み物ページとかあるじゃないですか、はいはいはい、当時20歳でそこの仕事に携わることになって、たまたま雑誌の対象者が20歳の女の子だったので、うん、やっぱり周りの大人とか社会人の先輩たちが私に聞いてくるというか対象でみたいな感じなの で、ね、読者に取材するのも任されてたというか、うん、なのでファッション雑誌だったんですけど、その中面にある女の子のダイエット事情とか、はいはい、お金事情とか恋愛事情とか、はい、そういったのに携わってましたね、そうなんですね、読者っていう感じだったのでファッションに関わることはさほどやってませんでした。なるほど。じゃあその編集のお仕事を終えてワーホリに行こうと思ったきっかけって、もともとはずっと海外に興味を持ってたわけじゃないですか、はい、ただ行動はできてなかったと、うんうん、でも22で行動しようと思ったって何かきっかけあったんですか。福島に住んでいて田舎者が何も持ってない状態で行くのはおこがましいなとか思って、うん、まずは東京に行って視野を広げて、はい、さらに仕事をしないか、あとお金貯めたいと思って、それで行って、2年っていう期間は決めてなかったんですけど、うん、お金も貯まったしっていう感じで、うん、もう一個夢があった、海外に住みたいんだ、うんうんうん、なるほどね、っていうので、じゃあそこはちょっとした道になってるんですね。そうですね、福島から都会に行って働いてみたいっていうところで東京に移る、うんうんうん、
でそこでお金貯めて海外に行きたいっていうところに繋がっていくわけですね。そうですね。なるほど、はい、じゃあオーストラリアに初海外でワーホリを1年間行くんですよね。1年間ですね、はい、実際どうでした？なんだこれはっていう感じでどうですか、憧れてた海外初めて行くわけじゃないですか。実際英語は喋れたんですか？喋れないです、私全然喋れないのにオーストラリアでワーホリを行こうと。何も気にしなかったですね。大したですね。若いからじゃないですか。じゃあ実際その1年間ニューサノさんにとってものすごい大きい1年になりました。とてもとてもですよね。それ何が一番大きい出来事だったんですか？海外っていうのは旅行じゃダメだな、うん、あ、そうなんですね。価値観はそれぞれですけど、私やっぱり初めての海外で1年間いて、うん、オーストラリアをぐるりと車で本当に一周したんですよ。あ、そうなんですね。それでも語れるほどでもないんですけど、はい、それが初めてだったので、うん、ずっとそうしなければいけないっていう自分の中で、はいはいはい、なので次の海外とかでも最低でもやっぱり1ヶ月はいたいなって思いますし、国をまたいでの旅とかではなくてその国にいて、どっぷり浸かると、それで知ろうじゃないかっていう、うん、感じが。旅行だったら1週間とかもあるし、ね、長期滞在っていうところもあるけど、その国のことを知ろうとか、うん、本当に自分が何かしようと思うんだったら短期じゃダメですよねっていう話ですよね。私はです、うんうん、僕もそれは結構同意ですね。実際オーストラリア1年間いたじゃないですか。ずっとオーストラリア回ってたんですか？そうです。あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあもうワークはしてない、あんまり。あ、ワークしました。旅をして、うん、そこに滞在しながら仕事があるところに行って、うん、そこで滞在して数ヶ月働いてまた。なるほど。じゃあそうやってやって、でもどうやってその時って仕事見つけるんですか？募集みたいなのがあるんですよね。コミュニティといいますか、日本だけじゃなくて、ね、海外とかでも。なのでどこどこで仕事があるっぽいみたいな感じで行ってゲストハウスとかバックパッカーとかに行くと掲示板にずらーって並んでいて、やっぱりなみたいな感じで。あ、そうなんですね。仕事を取るみたいな。でもそういう風になってるので、うん、暮らしやすいですよね。なるほど、はい、じゃあそれが初海外ですよね。そうですね。で、初海外終わって他の国も行かれました？トランジットで日本に帰る前にインドネシアに寄れて。へえ、そうなんですね。トランジットでインドネシア行ったんですね。インドネシア行きましたね、はい。インドネシアは何されたんですか？インドネシアでなんだかんだ行って1ヶ月行っちゃったんですよ。あ、そうなんですね。で、インドネシアで友達といいますか、なんでだかちょっとできて、そのお友達に連れてってもらったりとか、はい、今思えば知らない人についていたみたいな感じなので危なかったんですけど、ちょっといい方に出会えて、インドネシアでもホームステイみたいなのもさせてもらったりとかして、うん、1ヶ月プラプラと回ってきました。そうなんですね、まあ、初めての途上国行って何か感じたことありました？そこで初めて、あれ、なんで同じ海外なのにこんなに違うんだってすごい衝撃を受けて、うん、で今思えばそれが先進国と開発途上国って、はい、あ、これかみたいな思って、 なんだか知らないけれども私はこっちが好きだ、うん、でそこでインドネシアで感じて。ちなみにインドネシアの方が好きだ、まあ、居心地がいいっていう風に感じられたんですかね？今思えばアジアってのもあると思うんですけど、いい意味でごちゃごちゃしていてなるほどですね、はい、あ、じゃあ先進国と途上国ってこんな違うんだって思って自分は途上国の方が好きだなという考えに至ったんですね。どちらかといったら、はい面白い。じゃあ実際、じゃあそれ以外は協力隊の前までには他の国は行かれなかった感じですか？本当にそれこそ結婚式だとかそういった感じとか、 あとオーストラリアで出会った台湾人の人を求めて台湾に遊びに行って、そこでもまた1ヶ月ぐるりとしたりとか。なるほど。長いのはないですね。そういうことですね。もう一点聞いてみたいんですけど、はい、オーストラリアワーホリで一周とかされてたじゃないですか。もともと編集のお仕事されてたんで、はい、ブログとか書かなかったんですか？仕事を探してる時に初めて降り立って仕事したいなと思って得たのが日本語のフリースペーパーを出してるところがあって、そこで働かせてもらったのと、たまたまなんですけど私が東京で働いていたファッション雑誌の人に行きたいので辞めますって言った時に面白いってなって連載をしてくれって言われたんですよ。それはワーホリ女子みたいな。それこそ対象の20代前半の女の子がワーホリに行く行ったらどうなるのかみたいな感じを、中身の読み物ページのほんと数ページなんですけど、そこでそれのお礼としてデジカメももらって。あ、すごいですね。それが1ヶ月まとまった時点で写真とか気持ちとか送って、で雑誌に掲載してもらってました。あ、そうなんですね。じゃあ連載みたいな感じでなってましたね。へー、面白いですね。なるほど、ありがとうございます、はい、そうやって行って海外のことを知っていき、国際協力の道に一歩ぐらいですかね。ですね踏み出していくみたいな感じですね、はい、具体的にがっつり入り込むのが協力隊ですかね。そうですね、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあこの動画では国際協力に入るきっかけっていうところまでお話をお伺いしたんですけど、はい、次の動画ではもうがっつり入り込むと思うんで、その時のお話っていうところを聞いていきたいなと思います、はい、わかりました。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました、うん、ありがとうございました。